こんにちは。さつまいもの妹子です。ちょっとこの器でね、ちょっともう本当収まりきらなくなったんで、引っ越しです。引っ越し先はね、芋吉と同じ虫かごです。水槽です。これね、落としちゃったんですよ。割れてます。失敗した。こっちもひび入ってる。ちょっとね、失敗しました。ここに引っ越したいと思うんですけど、これね、思ったんですよ。なんかね、この妹子、根っこがね、もうとにかくすごくて、明らかにね、明らかにこの器の中で、にいるっていうね、活動の仕方をしてないんですよ。なんかね、もっと広いところで活動するつもりな感じなんですよ。そういうふうに活動しているとね、なんか、私の方がですね、心動かされてですね、この、虫かごをね、買ってきたわけですよ。買ってこさせられたわけですよ。やっぱね、この、その器で、活動しているレベルじゃないっていうレベルで活動しているとね、周りの人も巻き込んでね、やっぱね、こうやって広い世界をね、示してくれるみたいなね、ところがあるんじゃないかな、みたいなね、ことをね。これ、いいのかな、これで。え？ちょっと待って、水入れてみようか。新しい水入れよう。これでいいのかな？こういうことだよね。全然わかんないです。ちょっと、よくわかんないんですけど、これで一回様子見てみます。本当はね、器もっと、一応これ観賞用で育ててるんで、育てていたつもりだったんで、もしかっこいいところで育てられたらなっていう思いが正直なくはないですけどね、ちょっと新しい世界に、もうね、飛び出す時が、来てるんですよ。来ちゃったんですよ。ちょっとここで一回様子見たいと思います。妹子でした。